火の国の外れ、イタチ捜索を急ぐナルトがあった。焦りと苛立ちが募る中、なおも捜索を続ける。ついに赤き僧帽を持つ九段の男が現れる。己の力と意志を見せたナルトに対し、イタチはその強さを認め、かすかに微笑み、彼に力を授けた。戸惑いを見せるナルト。しかし、イタチは多くを語ることはなく、その場を後にするのであった。大事な用がある。ただ一言言い残して。イタチを退けたナルトはその真意に気づかぬまま再び先へと進まんとしていた。その胸に一抹の疑念を抱きながら。